皆さんこんにちは、おむつです。本日11月28日に開催された東京レプタイルズワールドに行ってきました。今回会場池袋だったんですけれども、私が最近行ったイベントの中で一番活気があるイベントに感じました。ショップさん側もかなり気合の入った生態たくさん連れてきていましたし、お客さんもかなり熱気がありましたね。もう周りで高額生態がどんどん購入されていったりとか、なかなか見ることができない生態もあって、すごく楽しむことができました。で、まあ、その熱気に後押しされて、私も用品やレイアウトのアイテム、あとは生態もお迎えしましたので、早速購入品を紹介していきたいと思います。それではどうぞご覧ください。では早速今回購入したものを見ていきたいと思います。まず手に取ったこの2つは生態です。これはとっておきなので最後に紹介します。で、こちらのでっかいジクラの袋の中にたくさん用品がありますので、まずはちょっとそのジクラの袋の中身から見ていきます。一番上に置いてるのが、まあ、かなり大型の購入品になるんですけれども、こちらですね。コルクです。このサイズのコルクチューブが、まあ、4000円弱ぐらいで売っていました。まあ、サイズもちょうどいいですし、多分ジャイゲコが中に隠れたりするのにすごくいいかなと思って、ジャイゲコのケージに入れたいと思います。で、次がこれ、月夜のファームさんで買ったイエコオロギですね。で、これだけではなくて、他のショップさんで、まあ、の黒コオロギが50匹で500円切るぐらいの値段で売っていたので、それを3パック買ってきました。まあ、これでしばらくは黒コオロギもイエコオロギも買わなくて済みそうですね。で、あとはこちら、まあ、のジャングルバインのちょっと安いバージョンみたいなやつですね。これ1000円しないぐらいの値段だったのでかなり安かったです。お次がこちら、ジクラさんのジョジョフードで、あの雑食性の生き物に与えられる餌ですね。うちのセマルハコガメがこの餌大好きなので、ちょっと大きいサイズを購入しました。で、もう一つジクラさんからフクロモモンガのフードですね。うちのフクロモモンガこれ大好きですし、割とおしっこの匂いもこの餌を与えてるときはマシな気がするので、この餌をいつも買っています。で、続いてこの袋の中に入っているのが今回唯一買ったレイアウトアイテムですね。はい、こちらチランジアの仲間だったと思います。フレクソーザかな、ちょっと種類忘れちゃったんですが、これはちょっと太顎ケージに入れたいと思います。まあ、かなり立派ですが、これもかなりお安い値段で売っていました。で、あとこの二星サンデーはなんとフジピコさんがくれました。今回私がお迎えした生態のサイズに合わせて多分買ってくれたんですよね。タクシー代としてくれましたが、やっぱ優しいイケメンですね。で、あとは試供品でこんな感じでジェックスさんからたくさんもらいました。何の生態飼ってるんですかって聞いて、バババーっと喋ったら、じゃあ全部持ってってくださいみたいな感じで全部くれましたね。で、いよいよ生態です。今回お迎えしたのは、はい、カメレオンです。何の種類か分かる方いますかね。ベーメカメレオンという小型のカメレオンですね。かなり繊細っていう風に聞くので、ちょっと飼育、まあ、の抵抗というか、かなりしっかり勉強しなきゃいけないなとは思っているんですが、まあ、すくすく育てるようにしたいと思います。で、こちらがメスですね。メスもメスで頭がなんか赤くてすんごい綺麗なんですよね。で、ワイルドで入った個体みたいですね。大切に育ててあげたいと思います。はい、以上で東京レプタイルズワールドのレポートになります。でも、あの今回もたくさんの爬虫類 YouTuber さんをお会いすることができまして、初めてお会いした方だと昆虫ハウス101の80さん、あとはプースチャンネルの柴哲さんとチュミさんにもお会いすることができました。またどこかでお会いできればと思います。よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。今回の動画はいかがでしたか。この動画が良かったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、ツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもぜひお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。